もこんにちは、しゅんじです。今日はダイソーさんで買ってきました。100円のおもちゃじゃなくて、600円のおもちゃ RC カータイプ D を見ていきたいと思います。600円ってね、ダイソーさんの中でも結構高めのね商品になりますよね。で、これね電池がいるみたいで、単三電池、本体3本にコントローラー2本、合計5本いりますね。でヘッドライトが光ってフルアクションって書いてる。いやすごい、これね今回白色買ったんですけど、なんか黒色もありそうですね。で、箱ねこんな感じになってます。でくるっと回して、後ろですね、特徴ね、まあ、電池が5個、いるのと、あとねヘッドライトが点灯します。テールランプは飾りで光らないみたいですね。周波数は 27MHz となってますね。で、箱の底面、あ、電池のねセットの仕方が書いてますね。こんな感じですね。であと遊び方もかなり簡単ですけど、こんな感じで書いてます。ではね箱からね取り出したいと思います。よいしょ、箱からね取り出しました。ではまずはね電池の方セットしますね。クラッカーですね、プラスがあるんで、くるっと回して向きにね注意して単三2本セットします。で元に戻して、はい、くるくるっと回して、今度は、車の方ですねに電池入れますね。底面にあるこのプラスですねをくるくるっと回して、はい、向きにね注意して電池を単三ですね3本セットします。で元に戻して電池のねセットできました。ではまずはね、コントローラーの方から見ていきますね。はい、くるっと回すとこんな感じ、かなりねシンプルな形のコントローラーになってますね。で、色はね艶消しの黒色なんですけど、なんだろう、もうこれ古くなってこう艶がなくなったようなね、そんな感じの黒色になってますね。でアンテナねかなりビョンビョンとなってるんで、これ目にね入らないように注意してくださいね。操作はかなりシンプルですね。左側が、上にすると前進、下にすると、バックですね。で右側、右にすると、右に曲がって、で左にすると左に曲がるみたいなね、そんな感じですね。では次はね車の方見ていきます。白色のねソリッドになってますね。プラスチックなんでかなりね、軽いですね。で、前こんな感じでヘッドライトがね光るようになってるみたいで、ここねクリアパーツになってます。でバンパーの形かなりねスポーティーな感じになってますね。車両的にはこれなんだ、フェラーリの360っていうか、なんかポルシェっぽい気がするんですけどね。で横から見るとこんな感じ、ホイールがねメッキでかっこいい。はい、横ね、ドアミラーがついてて、これなんだろう、これマフラーですかね、もしかして横からマフラー出てんのかな。でこれがフューエルリッドですかね。でくるっと回して、後ろには大きなね、黒色の、羽がついてて、でテールクリアパーツになってるんですけど、後ろはね光らないみたいですね。どうせだったらね赤色のクリアパーツにしてくれたらよかったんですけどね。はい、くるくるっと回してね反対側のさ、あ、こっち側にもフューエルリッドみたいなのあるから、さっきの違いますね。なんだろう。で、上から見るとこんな感じですね。ガラスのところは黒色になってますね。この後ろの感じがねちょっとポルシェっぽい気がするんですよね。はい、で底面はねこんな感じになってて、電源スイッチここですね、今オフになってます。オンにしときますね。オンにして、前の方 LR って書いてあって、これアライメントね調整するやつがついてますね。こんな感じで右にするとねこっち側に動いて、左にすると反対側にね動くようになってますね。真ん中にねセットしておきます。で本体の大きさなんですけど、トミカの NSX ですねと大きさ比べるとね、こんな感じになっててね、かなり大きなサイズになってます。大きいんですけど軽いんですよね、すごい。では早速ね走らせます。下に置いて、このね、コントローラーを使ってねいきますね。せーの、まず前進。おー、早っ。いやびっくりした、マジでびっくりしました。めっちゃ速いっすよこれ。いきます。おお、めっちゃレスポンスいい、これすごい。でライトに光ってましたね。いきますね、こんな感じ、めっちゃ明るい、すごい、めっちゃ綺麗にね光ってますね。 LED で明るい、前に後ろね、こんな感じ。うわ、おお、めっちゃ滑ってる。いやすごい、おお、めっちゃかっこよくないですかこれ。お尻めっちゃ回してます、こんな感じでね。おお、すんげえ。これはちょっとね床でね走らせたいと思います。はい、来ました。すごい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 、くるくる、まっすぐね、あ、
めっちゃ速い。ちょっとね、まっすぐ設定が悪いのかな、まっすぐ走んないですね。結構ねまっすぐまっすぐね走らせることが難しい。なんかくるくる回っちゃう。調整できてないんでしょうね。でめっちゃかっこいいなこれおー、でこ結構夢中になりますね。このライト光るのがいいですよね。せっかくなんで、あ、バックの時はね、あのライト光らないです。あの全身の時はこのヘッドライト光るんですけど、バックの時はね光ってないですね。ちょっと改造したら、ゾイドにちょっと改造したらね、こう後ろをね光らせたりすることもできそうですね。すごい。今回はダイソーさんで買ってきました RC カータイプ D をご紹介しました。値段の方がね600円と初めねちょっと高いかなって思ったんですけど、いやこれ安いですねかなり楽しめます。ライトが光って、またねライトがすごい綺麗なんですよね。で走りも結構良くて、もっとねがっかりする走りかなって思ったんですけど、すごいレスポンス良くてね、くるくる回るし、かなりね楽しめましたね。ボディはね真っ白でちょっと寂しいんですけど、シールを貼ったり、あとね、まあ、塗装できる方でしたらね色を塗り替えてね遊ぶこともできそうですよね。また気になった方よかったらぜひね、ダイソーさんの方にね、チェックしに行ってみてください。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。